暇つぶしにはなったが、ザコどもか。ザコどもよう、まだこんなところでうろうろしてやがったとは意外だったぜ。貴様らこれからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。孫悟空のところよ、殺しにね。やはりそうか。だが行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。半端な奴ほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって。どいつからだ、ガキか女かデクノボーか、それとも三匹まとめて片付けてほしいか。そうだ16号、あんたの力が見てみたいし、やってみてよ。断る。俺の相手は孫悟空のみだ。つまんないわね。じゃあいいわ、私がやる。大丈夫ですかベジータさん。ちっ、もう来やがったか、鬱陶しい奴らだ。これからベジータは18号と戦うんだ、邪魔はさせんぞ。なんだと。とはいえ見てるだけってのもつまらないか。仕方ってわけだからさ、こっちは1対1で思い切りやろうよ。ふん、言っておくが俺は女だからといって手加減はせんぞ。と言っても人造人間そんなじゃないか。ヤリックホー、どこ見てんの。はっ、今のは全然本気の一撃じゃなかったね。当たり前だ。ヤリックホー、覚悟しやがれ。ヤリックホまでやるとはね。孫悟空って男はもっと強いわ。俺の方が上だ。なんだ、大したことないんだね、どっちも。はっ、キラヤリック砲がガッガッ。行くよ。
消えな。思っても見なかったよ。あんたがここまで戦えるなんてさ。頭にくるぜ。ケロッとしてやがる。でも、もう限界みたいだね。そろそろ終わらせようかな。心配するな。どいつもまだ生きている。早くセンズってやつを食わせてやるんだな。さて行くとしようか。ねえ、あいつらに孫悟空の居場所を聞かなくていいのか。心配ない。自分たちでじっくり探すところが面白いんじゃないか。ふん、あんたってガキっぽいよ、17号。そうか。別にどうでもいいけど、後で町に寄ってよ。さっきので汚れちまったから、新しい服が欲しいんだよ。ま、いいだろう。待ってくれ。なんだ、何かよ。お前たちの目的は一体何なんだ。とりあえずは孫悟空を倒すことだ。なぜだ。なぜ悟空を狙う。こいつはただのゲームなんだ。孫悟空はこの世で一番強いんだろ。そんなことはやめてくれ。って言っても無駄か。無駄だ。俺たちは孫悟空を殺すために作られた。だそうだ。そんなことより早く倒れている連中に先祖を食わせてやった方がいいぞ。死んでしまう。じゃあね。バイ。みんなを助けなきゃ。先祖のことを知っていて見逃したとは。俺たちなぞ殺すまでもないということか。よせ、おんじゃない。放っておくんだ。奴はスーパーサイヤ人になり、絶対の自信とプライドを取り戻した。それがあそこまでやられてはショックが大きいだろう。フリーザさえやっつけたこのトランクスですら手も足も出せなかった。はっきり言うぞ、
孫がいくら強いと言っても絶対に勝てっこない。とにかくお前たちはまず孫悟空の家に行って、やつをどこか別の場所に移すんだ。あれこれ考えるのはどちらにせよ孫悟空の病気が治ってからだ。そうだな。でピッコロはどうするつもりなんだ。さあな。どうしたんだピッコロのやつ。あっちの方角は。そうか、やっぱりあいつ最後のとっておきの手段を使うつもりなんだ。なんだその最後の手段というのは。あっちの方角に何があるかわかるか。あっち。さあな、思い当たらんが。神様ん家だ。神様の。どういうことだ。俺はナメック星で最長老さんに聞かされたんだ。神様とピッコロは二人にさえ別れなければサイヤ人にだって負けはしないって。つまりピッコロは神様と元通り一人にナメック星人の戦士に戻りに行ったんだと思う。では神様はいなくなってドラゴンボールもなくなってしまうんじゃないのか。ああ、だけどピッコロか神様が殺されてしまえばどっちにしてもなくなっちまうんだ。それだけあいつが追い詰められるほどとんでもない敵だって感じたんだろう。いえ、ベジータさんはどうするつもりなんでしょうか。もう隠す必要なんかないぜ。お前がブルマさんの抱いてた赤ん坊の成長した姿だってのはもうみんな分かってんだ。知らないのは父親のベジータだけさ。え、そうでしたか。すいません。別に謝ることないだろう。俺は一旦チャオズのところへ戻る。再び雲行きが怪しくなったら駆けつける。分かった。俺たちは悟空を連れて無天老師様のところへ行くよ。孫に伝えておいてくれ。無理するなと。ああ。無理するなか。本当だよな。今度ばっかりは。人造人間はあそこまで桁違いのパワーじゃなかった。やっぱり時代そのものが変わっているのか。
よかった、弱そうな敵だ。なあなに、やだね。いや、うん、え、あの、え、それでは。なんだ、早く行かないと。よかった、弱そうな敵だ。
よかった。弱そうな敵だ。いい運動になったかもしれないな。あの、ありがとう。いえ、そうですね。なあ、あの、そうか。なあ、ありがとうございます。ええ。俺ももっと頑張らないと。こんにちは。アンリ、誰か来たと思ったらクリリンさんけ。ほら、てっきりご飯ちゃんかと思っただよ。トランクス、この人は悟空の奥さんの父さんだ。アンリ、おめえは誰だ。初めて見る顔だべ。どうも。はじめまして。クリリン、無事だったか。よかった、心配したぞ。あ、ヤムチャさん。悟空はあれからどうなりました？大丈夫だ。薬を飲んで今眠っている。お前は未来から来た。そうか、お前が人造人間を倒してくれたんだな。いえ。詳しいことは後で話すけど、急いで無天老師様のところへ移動しないといけないんです。
どういうことだ？新手のもっと恐ろしい3人の人造人間がそのうちここへやってくるんです。そりゃ大変だ。よし、大体詰め込んだぞ。あとはご飯が戻ってくれば。帰ってきただ。あれ？どうしてみんなが。話すから、とにかく飛行機に乗ってくれ。ところでさ、孫悟空がどこにいるか少しのヒントもないわけ？前にも言ったろ、それをじっくり探すところが面白いんだと。にしてもさ、ちょっと無計画すぎだよね。16号、あんたは何か知らないの？東の439地区の山村に孫悟空の家がある。なんだ、知ってんじゃん。物知りだな。ドクターゲロから聞いていたのか？そうだ、飛んでいけばほんの数分で着く。だよね、あんたいいこと言うよ。それをわざわざ地上を移動するなんて無駄だって。そう愚痴るなよ、その無駄が楽しいんじゃないか。17号、あんたってほんとガキだね。もうすぐ無天老師様の島に着く。なあクリリン。はい。一応ブルマにも状況を伝えておいた方がいいんじゃないか？そうっすね。でも俺が連絡するんすか？やだな。お前のおっかさんきついんだよな、言うことが。未来でも変わってませんよ。あ、ブルマさん、クリリンっすけど。クリリン、何を無事だったわけ？そこに未来の私の息子のトランクスいない？え、あ、はい、ちょうどいますが。どうかしたんですか？それがさ、何日か前に西の方の田舎の人からうちの会社に問い合わせがあったらしいのよ。山に不思議な乗り物が捨ててあったみたいで、ボディにはカプセルコーポレーションって書いてあるって。それで写真撮って送ってもらったんだけど、うちがこれまで作ったどの商品にも当てはまらなくてさ。それでもしかしたらトランクスが何か知ってるんじゃないかって思ってね。苔とかついててえらく古い乗り物なんだけど、写真をファックスで送るからちょっと見てくれない？これは間違いない。これは俺の乗ってきたタイムマシンそのものだ。でも俺が乗ってきたタイムマシンはカプセルに戻して自分で持ってますよ。やっぱりこれタイムマシンなんだ。でも一体どういうことかしら？そのタイムマシンがある場所は分かりますか？詳しくは分からないけど、西の1050地区のどこかだと思うわ。行くの？はい、この目で見てみたいんです。じゃあ私も行くわ。現地で会いましょう。僕も一緒に探しますよ。行っていいですか？もちろん。どうもありがとうございます。ご飯ちゃん大丈夫ですよ。お母さん、危険なところへ行くわけじゃありませんから。
はい。この辺りのはずです。探しましょう。あれですね、トランクさん。本当にタイムマシンだ。あ、ブルマさん来たわね、二人とも。これが例のタイムマシンですね。ええ、そうなの。じゃあ、俺のタイムマシンを出してみます。見てください、これが俺が乗ってきたタイムマシンです。確かに二つとも同じもののようですね。でもこっちのはここに来てずいぶん時間が経ってるみたいだけど。この穴、高熱で中から溶かして開けたような。中を調べてみます。これは、あ、何これ。わかりません。ですがこのタイムマシンの中に、これ何かの卵よね。一体何が。おかしいのはこの卵だけじゃないんです。え、中のパネルを調べてみたら、このタイムマシンがいつの時代から来たのか分かったんですが。な、何よ。当然あんたと同じ時代だったんでしょ。それが俺のいた時代の3年後の未来から来ていたんです。3年後。そしてこの時代にやってきたのは今から約4年前と記録されていました。この前俺が来た時より1年も前にこいつは来ていた。一体何が、何のためにやってきたんだ。俺の時代とこの時代の人造人間が違っていたのは、俺がこっちに来てしまったからだと。だから歴史が随分変わってしまったんだと思っていました。でももしかすると変わってしまったのはこいつのせいだったのでは。なんだろう、あれ。どうしたの。いえ、あれは何かなと思って。これ、抜け殻ですよ、これ。ひえ、抜け殻。こんな大きなセミみたいなのが。多分こいつがタイムマシンに残っていた卵の中身。ええ、それが成長して抜け殻から出た。
しかし、どうやってこの地帯へ？誰かが卵を送り込んだのか、何者かが卵と一緒に来たのか。ねえ、正直言って嫌な予感する？はい。だったら早くこの場から消えた方が良さそうね。あんたたちはカメハウスにいるんだったわね。何かあったら連絡するから。わかりました。一体何がどうなっているんだ。わからない。さっぱりわからない。ご飯たちが発見した謎の抜け殻、それを神は神殿から驚愕して見つめていた。神の恐れた通り、抜け殻のあった場所の近くの町では、恐怖の兆しが起こり始めていたことをニュースが伝える。調査のためトランクスとクリリンは町へ向かい、待ち受ける災いを避けるため、神は己の運命を受け入れ、覚悟を決めるのであった。私が神を捨て、戦士として役に立たねばならぬ日がやってきそうだ。今の地球に必要なのは神ではない、強者なのだ。同じ頃、人造人間との戦いの後、別行動をとっていたピッコロもまた覚悟を胸に、神の神殿に到着しつつあった。未来からの刺客、その名は人造人間セル。まさかあの場所へ行く時が来るとはな。あだ、覚悟はいいか、神よ。おお、なんというパワーだ。はっ、いや、はっ。神よ、俺が何のためにここに来たか分かっているだろうな。分かっているぞ、ピッコロよ。今この地球に起きようとしている災いに対して、私の名ばかりの神の力ではあまりに無力だ。ならばこの俺と一つに戻る覚悟はできているな。もちろんだ。だがこの私に迷いが残っているのもまた事実。なんだ、この後に及んで腰が引けたか。かもしれぬ。お前に私の迷いを消し去ることができるか。何？かつて未熟な私は邪心を抱いてしまった。横島な心を持ち、魔の道に落ちた者は魔族となる。我が半身がピッコロ大魔王となったように、もし融合した後にその過ちを繰り返せば、人造人間以上の悪夢となろう。ふん、回りくどい。何を迷うことがある。
さっさと言え。お前のその潔さも私の迷いを消し去る力の一つだ、ピッコロよ。では尋ねる。本当に今が一つになる時なのか、まだ慎重に様子を見るべきではないか。どういうことだ。今俺が知らない何かが起きているというのか。やはりお前にもまだ未知の災いに恐れ迷う心があるようだ。なんだと。今一度尋ねる、ピッコロよ。本当に今が一つになる時なのか、まだ慎重に様子を見るべきではないか。くだらん。何が立ち塞がろうとねじ伏せるまでだ。ほう、ではもう一つ尋ねよう。お前と私が融合する、それはドラゴンボールが失われるということ。本当に迷いはないか。そんなものに意味はない。このまま戦えば俺は奴らに倒され、貴様も消え、いずれにせよドラゴンボールは失われるだろう。奴らに、人造人間たちに勝つしか道はないんだ。そうか、確かにお前の言う通りだろう。私も覚悟を決めたぞ、ピッコロよ。私が神を捨て戦士として役に立たねばならぬ日がやってきたようだ。そういうことだ。今この地球に必要なのはスーパーパワーを手にした俺なんだ。わかった、この身をお前にやろう。神様。基本ベースはこの俺のままだ。いいな。それでいい。私はパワーアップのきっかけと広い知識を与えるだけだ。下界へ戻ったらジンジャータウンへ行け。そこで化け物が今も暴れておる。詳しいことは話さずとも、融合すれば私の知っていることの全てがわかるはずだ。わかった。いろいろ世話になったな、ミスターポポ。さよなら神様、死なないでください。もう神でもピッコロでもない。本当の名も忘れてしまった。ナメック星人だ。じゃあ行ってくる。そうね。おい、
まあ、やれやれ。ああ。まあ。一人に戻っていく不思議な気だが、どこか懐かしさを感じる。はっはっはっ、ジンジャータウンに残っている人間はもうほとんどいない。この俺、化け物め。はっ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 。ダメよ。やれやれ。な。何？
ではな。おいおい。